YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フェネックスハイエース南大阪店営業の榊原です。今回ご紹介していくお車はこちらの中古車両になります。平成31年式走行距離約4万6000キロレジアスエーススーパー GL ダークプライムワイドボディのディーゼル肉の車ご入庫いたしました。はい、こちらの方をご紹介させていただきます。はい、まずこちらのお車ですね、5型と呼ばれるお車になってますので、こちらトヨタセーフティーセンスついております。はい、でこちらのスポイラーですね、モデリスタ製のフロントスポイラー装着しております。こちらですね、ドアバイザーが前のオーナーさんが付けられてちゃんとついております。はい、でこちらのお車の車高ですね、2インチロードダウンしております。なので通常のお車に約5センチほど車高低くなってますので、乗り降りもしやすいですし、見た目もかっこよくなっております。はい、こちら足回りですね、もうこちらフレックスの定番大人気カスタムのグントイヤーのナスカータイヤにフレックスオリジナルのデルフ02ホイール17インチ装着しております。後方のご説明させていただきます。まずこちらですね、テールランプの方は純正のテールランプを採用しておりまして、こちらですね、エクリプスのバックカメラついております。はい、こちらの車ですね、ワイドボディになりますので、通常の標準ボディよりもやっぱり内装広くなっております。はい、で前半分が5人乗りの乗車スペースで、後ろ半分が荷室の空間となっております。はい、こちら荷室の空間にはフレックスのオリジナルのベッドキットタイプ1装着してますの で、こうやって簡単に取り外しできますし、高さも手回しネジで5段階調整できますので、お客様のお好み用途に合わせてご使用ください。電動のパワースライドドアになっております。で内装の方なんですけど、こちらダークプライムですので、シートがハーフレザーのシートになってます。すごい高級感があります。はい、続きまして運転席周りご説明させていただきます。まずこちらですね、エクリプスのナビ7インチついております。でバックに入れていただきますと、後ろに、ナビとバックカメラあったと思うんですけど、こちらのナビと連動で施工しております。はい、で続きましてこちらダークプライムですので、こちらですね、ナビ周りであったりシフトノブ、ハンドル周り、マホガニ調の加湿特別仕様でされております。2週間で納車することができます。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。